はい、どうも、ダンドラです。アイエレンです。まあ、夏休み企画も終わりまして、診断のカードもね、まあ、ちょっと使い果たしたわけじゃないんですけど、はいはい、まあ、ある程度対戦取りまして、で、来月にまたね、新しいウルトラビースのパック出るみたいなんですけど、まあまあ、それまでの間にちょっと、まあ、まあ、お蔵入りってわけじゃないんですけど、ちょっとね、前から組みたいけど、まあ、ちょっとタイミング的にね、完璧感。そう、ちょっと対戦動画として残せなかった動画がちょっとありましたんで、僕ちょっとゲンガーをね組みたかったんで、今回ちょっとゲンガー組んできました。はい、ゲンガーでいき、エデンさんにちょっとガオガエン GX の方から、ね、ガオガエンさんですよ、ガオガエンさん。うちの対戦動画で過去にジュナイパーとアシレーヌは一応対戦動画として登場させてたんですけど、はいはい、ガオガエン GX だけ出てなくて、まあ、ちょっと個人的にね、今年のポケモン映画を見て僕の中でガオガエン の株が爆上がりしたんですよ。僕はそうでもないです。まあちょっと本当は僕使いたかったんですけど、僕こっち使いたかったんですけど、エデンさんにガオガエン組んでくださいって無理やり組んでもらいました。ということで、まあ、はい、まあ今回はこんな感じで、またりと、はい、やっていこうと思いますので、参りましょうか。はい、それでは対戦の方まで行きましょうかね。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。最初はグーじゃんけん、ポイと、先でお願いします。方向で、はい。7だね、2、3、4。旅行どこの国に行ったの？タイタイ。タイタイね。タイです。タイか。あー、タイタイ。タイタイ。どこだっけ？ごめん、冷静にちょっと、普通に分かんなかった。そういうなんか東南アジア版とかあれやろかと思ったんですけどね。いや、まあまあ全然買ってきていただけるけど、水源ちゃんも出たんで、あれですけど、まあ、じゃあお願いします。お願いします。じゃあドロー。おお、なるほどね。このハンドだとどっちからだ。まずはハイパーボールからだね。はい、ステルはここかな。超エネルギーとあと1枚はエルステルかな。エルステル、はい。で、ポケモン1匹、山札から手札に回収しますと、はいはいはい。じゃあカプテティフ GX 持ってきます、ね。はい、でカプテティフ GX ベンチに出して、じゃあ特製そのままワンダータッチ使います。はい、手札からベンチに出したときに山札から種ポケモンじゃねえな。種ポケモンでいいですか？何と間違えたんだろうね。サポートですね。サポート1枚手札に加えますと、ちょっと待ちよ。どこ。じゃあ暑さ回収で。はい。暑さ回収して。で、そのまま使います。はい、まずさ、山札から種ポケモン、カッコポケモン EX1 枚、または種ポケモン、ポケモン EX 以外は3枚まで、ベンチに直接出すと、これと間違えた。なるほどね。1個飛ばしてた。1個は、君がサーチャー使うときにフラダリっていうのと一緒。ああ、一緒だ、一緒。の感覚です。サーチャーフラダリ。サーチャーフラダリって。1個飛ばしてるぞ、おい、みたいな。かな。はい、使ってお願いしますと。アティオス、ゴースだそうかな。はい、ですと。こちらでサポート使った。じゃあ、そうだね。どっちがいいかな。まあ、次、ラティオスにエネルギー貼っとこうかな。はい。ミステリーつけて、じゃあ、これ10は。はい、1枚引きます。はい。なるほどね。じゃあ、こちらも、カプテレフ GX として、マナタッチ使います。はい。うちはこっちかな。プラターンの博士。はい。持ってきます。よいしょ。で、カットお願いします。はい。ギフティニがいるあたりあれだね、ハッスルブローを使おう、ハッスルブローじゃねえわ、コイン投げる方法を使うのかね、一体何が飛んでくるんですかね。手割りは、うちも前でいいかな、前のにあるあります、はい。で、スタジアム、スカイフィールドを入れて、はい、これでプラターンの博士、はい、よいしょ、7枚引きます。スターチャーとニャキとか、はい、大丈夫です。よいしょ、本当は進化させたかったんだけど、まあ、そうそう。バトルコンプレッサーで。はい、大丈夫です。どうぞ。しましょう、もちろん。はい。このエネルギー、ボルケニオンアズサ。はい、大丈夫です。バトルコンプレッサーでトラッシュ。はい。はい、そうですか。で、カットお願いします。はい、そのデッキ、アズサトラッシュしといても、とりあえず今度、バトルサーチャーで回収して使うことあるので、使い切れたら。そう。いくらでも、初ターンじゃなくても使える。そうだね。そこはいいよ。で、後ろのニャビーに貼るしかな。はい、大丈夫です。で、これで終わります。確かに。あ、技使えるじゃん。噛みつくね。10ダメージ。はい。その方向一旦目というのをよく忘れる。この10大事やで。本当か？あれ？本当か。このハンドか。ああ、なるほどな。じゃあ、まず次元ダニエル1回させてもらおうかな。はい。2回ポンチ。ポンチして、こちらじゃあ、軽い石を僕もベンチの書きをするんですけども。はい。で、バトルサーチャーで、エネルギーね。ハイパーボールじゃなくて、エネルギー。はい。で、3枚使います。はい。お互いに手札を全部戻して、戻して6枚引きますと、サイドの枚数で、はい、
毎回この N でカットして、N でデッキをカットしてるところを動画的にカットするのが結構悩む。パッパッとね。そう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 。大した時間じゃないんだけど、でもね、それカットした方が見やすいんじゃないかなみたいなところはあります、ね。するのもありじゃないですか。そうそう。超エネルギーをコースに入れしますと、はい、手張りして、トレーナーズコースも使おうかな。はい、上から4枚見ます。そこから、トレーナーズ1枚か。はいはいはい、これか。ちょっと待ってね。じゃあバトルコンプレッサー回収して、ごめんなさい、そのまま使います。どうぞ。じゃあネストボールと、プラドーナー博士をフラッシュしますと、で、これでカットお願いします。よいしょっと。はい、はい、はい、で、サポは使った。じゃあこのまま使おうかな。はい。次元の谷があるんで、ラティオスが、ミステリーエネルギー1個でバトルてますね。ブレイクスルーで、前に30ダメージで、相手のベンチポケモン1匹にも30ダメージと強いね。もうこれがね、クリープショーとの喧嘩と相性抜群なわけですよ。まず乗せましてと、はい、で、はい、1枚引きます。はい、でしょ。ベンチに、はい、ポリティニオン、はい、出しまして、ハイパーボール使います。はい、どうぞ。落とすのはこっちでいいかな。カジヤとガオワイン取らして、はい、大丈夫です。あれ、ガオワイン先輩で、シーン、はい、大丈夫です。カットを用意します。よいしょ、タンクあるからね。とりあえず落としておく。で、前を逃がすパターンもあるから、軽石前のに、はい、大丈夫です。で、危ねえ、サポート券使いすぎなくてシーミベンチ出してセットアップで2枚なんで4枚引きますここに置きそうになっちゃう。シーミもうサポート使ってますよ、まだ使ってないですよみたいな割と、はい、とりあえずじゃあこちらもスタジアムを張り替えさせていただいての、ベンチのヤービーをヤギとにしますか。はい、大丈夫です。で、トリッシュにエネあったっけな、確認いただきまして、お、1個落ちてる。オッケー、そしたらヤビー逃がします。はい、大丈夫です。軽石あるんで逃げないですよ。はい、よいしょ。で、ボルケニオン、はい、前に出しますね。これで前のボルケニオンにエネを1つ張っての、パワーヒーターで20ダメージかな。はい、とりあえず1。はい、よいしょ。で、エネ加速と。フラッシュから、このエネルギーを2枚なんでベンチに。はい、1枚しかないんで、1枚だけ。じゃあ、こっちのニャヒートで。はい。はい、で、上に行きますと、あー、これか、どっちがいいのかな。風呂からかな。はい。山田からトレーナーズを1枚選んで手札に持ってきますと。対象は超強い。対象は、次元の谷回収かな。あー、1円はないね。あります。ありますね。ビクビク。ありますね。で、これで、はい、カットお願いします。はい、カットします。はい、カットしやすっと。じゃあ、ベンチのゴーストをゴーストに進化します。はい、特性ゴシックフィア。こいつを手札から、出して進化させたときに一回使えて、お互いのバトルポケモンを混乱にすると。なんで、それに決まってんだろ、おい。ランキー。よいしょと。して、手札にエネルギーがあれば逃げてこっちでブレイクするってたんだが、ハンドにエネルギーがないので。かわいそう。じゃあコインゲーをやっていこう。最近ダンノラさんコインゲー好きです魅力が分かってきたから。コインゲーの魅力が、じゃあブレイクスルー打ちます。はい、で混乱の処理が先に入るのかな。コインを投げて裏だったら自分に自傷ダメージ30と。で、技は失敗。はい、モデナラスマンを使いますよ。はい、ガモン条件は同じよ。あ、いつものちゃんと練習しといたんじゃないですか。ああ、これは練習ではどうにもならないでございますああ、裏から。自傷30ダメージだね。はい、はい、じゃあこれで終了で。お、これはチャンスかと思いきや、うちも混乱してんだよね。1枚いきます。君にも乗り越えてもらう壁はあるっていうどうしよう、後ろのニャヒートこちらのガオガイン。お、ガッテムの方じゃない。ガッテムの方に進化しますよで、はい、エネを後ろのここのガオガインにつけます。はい、あー、準備が終わったね。あー、ちょっと待って、ダメか、落ちた混乱ゲーに乗じるか。じゃあパワーヒーター使います。はい、コインができるよ。はい、いい、だって20ダメージ。はい、ちょこちょこダメージ食らってるんですよ。ちょっとね、これ累積 GP が重なってあと30で落ちますね。はい、どうぞ。いきますよ。こちらか、なんだろうな、なんだろうな、これだったら、そうだな、ちょっと待って。じゃあまあハイパーボールかな。はい、グズまでガオガエン呼び出すってのもあったけどお、いいんですか、呼ばなくて。まあまあまあ、とりあえず試合長引かせていこうみたいな。他にやりたいことがはい、ゲンガー回収します、ね。はい、で、カットお願いします。じゃあベンチのゴーストゲンガーに進化しますと、はい、で、バトルサーチャーだね。はい、対象はプラターネで。あ、反動が欲しいと。はい、
使いますと、はい、よいしょ。じゃあ7枚引きますね。どうぞ。うん、なるほどね。じゃあ、不思議な目使います。お、強いのゴーストを、玄関に進化しますよ。進化をいきなり乗せられる。はい、でもってですねでもってですね、ここをどうするかなか。じゃあ超エネルギーは手を設定までします。はい、よろしくお願いします。あっ、ごめんね、ミステリーエネルギーにするわ。はい、で、混乱状態でも逃げれるんで逃げますと、ミステリーエネルギーの効果で2個使う。はい、軽石ついてんだけどね、どうせじゃあこれで、次元台になります。こいつすげえ軽いねめちゃくちゃ軽いブレイクスルーで、はい、じゃあこれで終了かな。後ろは後ろはビクチにないっしょ、出てるっしょ出てるよ隣1枚いきます、はい、来い。なるほど、おスタジアムオスカイフィールド割らせていただく。ブラザーの引いたんだよ。おやりますねハイパーボルトらしいよ。オッケー、また抜いたんだよ、おい。オッケー、はい、よいしょ、流れ変わったか。とりあえず、ポケモン展開させて、ボルケニオン EX ベンチに出して、の、ちょっと詰めてもらった方がいいかもしれない。オッケー、ベストボール。はい、大丈夫です。スカイフィールドがあるんで出せます。はい、種ポケモンもベンチに出すと。はい、どうぞ。額なので、光る伝説のレシラムさん、はい、おー、そんなのが入っていると。飛ばしていただきます。一旦カットしてもらっていい。はい、で、ベンチ出すね。はい、まあ、使わないやつだけそう横に置いといてうわ、すげえあれだな、シロレッコもいいやつだ懐かしい、やってたやってた。はい、これで入るかな。あ、まあ、暗いと思いますよ。はい、今のラマってこっちも使う。じゃあ、はい、つけながら、はい、フラッシュのポケモン1匹というタイプは入れてます。本当に飴はあるのか。ガオガイ GX。 お、あるっぽいぞということはほら、不思議な飴だよな。はい、どうぞ。はい、ガオガイ進化しいつのね、賞味期限切れてるね。なんかワヒードで20、はい、混乱してまーす強い乗り越えてくるな。20ダメージ、2分の1を20か。はい、1枚いきますと、こちらか。はい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 、これまだだな、一旦レベルボールから。はい、どうぞ。よいしょっと、まだいるかね。あ、いた。じゃあコース回収します。はい、メージ出しますね、そのまま。はい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 、もう1ライン弦が立てれる非EX だからね。そうだね、いっぱい出さなきゃいけないんだよね、サイド取られるんですよね、つっても。じゃあもう落としにかかるかな。ミステリーエネルギーついてないんでラティオス2ゲーネゼロです。はい、軽石ついてるんで2ゲーネもゼロです。言えます。はい、こちらで出しますと、はい、よいしょ。とりあえずもうちょっと盤面を動かしにかかりますね。はい、じゃあこれで超エネルギーもう1枚つけようかな。はい、つけて、じゃあこれで、2エネついてるんでクリプション使います。はい、相手のバトルポケモンにダメ感が3つ以上乗ってるならそのポケモンを気絶させると。じゃあ無敵です。ちょっとポケモンだけ引きます。ダメ、うちもうそれやられてたら終わりだからいや、クリプションのね、ズルした感はすごいあるんでよし、じゃあガオガイン1号はい、ガオガイン1号、まずはそちら。はい、1枚いきますそうそう、じゃあハッスルブローがあるんでベンチにニャビだけ出しておいて、はい、大丈夫です。これでそのまま技に行きましょうかね。はい、ガッテンパンチ。お、自分のベンチポケモンにダメ感が乗っているなら80ダメージ追加。130でジャストはジジロンみたいな感じですね。この抵抗なしで気絶します。130だったんで130オッケー、気絶します。はい、行きます。じゃあ一旦まあラティオスからかな。はい、ダメ感乗せてくれてありがとうよベンチに2467枚いるのか。なるほどな。これだったら、落としにかかるか。はあ、はあはあ、よし、勝負しよう。次元台に張り替えます。はい、何の仕事だ。これで2匹トラッシュしてください。ガオガイントラッシュでいいんじゃないさすがに、下に鳴らしていただいて構わないですか。ここ1枚と、もう1枚はこのポケモンだからね。じゃあ、シーンもトラッシュしちゃいます。はい、大丈夫です。はい、とほんで、ハッスルブローが110になるのかな。そうだね、20ベンチ。じゃあ、剣が落ちないんで大丈夫ですね。まあ、君がスカイフィールド引いてたら分かんないけど、ミステリアエネルギーはね、逃げれゼロで結構使ったんだよな。はい、こちらで。で、じゃあ、ここはそうだね。超エネルギーを手配りしますと。はい、じゃあ、クリプション1エネルギー打てますね。はい、じゃあ、クリプション、ダメか3つのテレビで接させますと。じゃあ、1枚。問答無用で吹き飛ばしていきましょう。どうしよう。はい、そしたら前に出すのがちゃんとね、タイガースリーブに行ける。鍛冶屋落ちてたっけ。鍛冶屋落ちてるか。ポインゲーができる。名前を出して、じゃあポインゲー落ちに行こうかな。こちらで、はい、はい、1枚いきますどうぞ。こちらで
ベンチを増やすとでも思っていたのか。バトルサーチは赤字は落ちてるんだよね。落ち、あれ落ちたっけ。落ちてますよ。大丈夫ですよ。で、トラッシュからこのエネルギーを2枚、ガオバインにつけ、どっちだ、コイン投げんのか、GX 当たるのか、どっちだお前。お、どっちだ。HP が130なんで、1回表出せばいいのか。タイガースイングで1回表出しちゃ落ちますね。あ、そっちにするっしょ。とりあえず、手張りをどちらにしておこうかな。はい、サインとか残り、4枚。じゃあ、レシアみたいな。はい、はい、ここにつけて、じゃあこれで、タイガースイング作ります。はい、コインを2回投げて、表の数かける50ダメージを追加。1回表出れば落ちると。基本ダメージが50なんで、はい、1回表出れば130。OK、1回目。お、ワンチャンあるぜ。これよっしゃビクティフの特性、勝利の星を発動。コイン投げた時に効果もう1回使えるよ。投げ直せるともう1回2回ですね。はい、そうそう。おマジかマジかマジか。おっ、次の4乗。おっしゃくそー、壇ノ浦さん散々煽ってたツケが来たから。80ダメージで陸地の特性まで使ってコイン全部裏出すやついたんすよ。なーい80ダメージですよね。はい、GX を使っとけよかったのに。1枚引きます。このハンドね、ちょっと待ってね。すごいツイッターだけ使いますね。はい、これはポケモンと、ポケモンとあとそうだな、こことあと1枚はエネルギーもいいんだもんね。エネルギーも最近単価の使いすぎでちょっと変えたんですよ。わかるでしょ。じゃあここで、超エネ2枚とゲンガを戻しますと、はい、ちょっとスリーサホテキストを忘れるっていうね。あれ、エネもいいんだ。そう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 。で、カットにしますと、はい、どうも、はい、よいしょと。で、じゃあベンチのゴースをゴーストに進化させます。特性は使いません。使いません。はい、使って下手にコイン投げる自傷で死ぬってのも変なの。そんなやついるんすか。やりかね。じゃあクリプションで3分の点に切れそうですね。はい、HP が250だろうかな。まあまあ。おわき。はい、ちょっと待ってね。サイドのコイン2枚。2枚です。はい、じゃあレシラム出します。はい、大丈夫です。1枚いきます。はい、でしょ。ずらし見ていい？どうぞ。スイッチがすごくいいな。人間の谷が1、2、あと1枚あるか。まあいや、張り替えましょう。スカイフィールドで。はい、大丈夫です。張り替えて、の。N 使います。N、はい。ああ、刺さる N。まだ5枚引ける。これで炎エネルギー引いてもまだ落ちんのか。まだ落ちん。はいはいはい。でもこっちもダメカモン乗ってないから、クリプションまだ2点と。でも、2枚か。カモン。違う、5枚。うん。まあまあ。はい。あ、これ、シモ使えばいいんじゃない。手張りをレシラムにします。よいしょ。あ、まあ、そうだね。で、50増えたら。シマップ。はい、オッケーです。落ちるのか。エネトラッシュして、種ポケモン、炎タイプの種ポケモンがプラス30されるんで、はい、これで激鈴使います。20の合計50ダメージか。基本22。お、ぴったりだね。はい、どうも。お、ブルキニオンが仕事した。すごい。置物だと思ったのに。ノンノンノン。ノンノン。以上いきます。はい、どうぞ。じゃあ、まあ、これは、今20だもんね。ダメ感が綺麗。まだ大丈夫なんで、ここは一旦、まあこっちのラジオ使うにしようかな。はい、どうぞ。で、1枚引きます。ドローと、はいはい、これ。あ、強いぞ。よろしくお願いします。どうぞ。スタジアムを確認する。割合が3。まあそんなもんやな。1、2、3。お、すでに出切っているな、貴様。貴様、見ているな。なるほどな。じゃあ、俺があと1枚引きゃいい話な。あ、ハンドリないわけじゃん。ハンドリないの。タイマーボーイか。はい。コイン2回投げて、表の数分進化ポケモンという何に加えますか。はい。さすがにこれで全裏はないっしょ。表出ましたね、1回。くそ。1回表です。2回で。表、うん。今日はそういう日だな。今日はそういう日か。今日は壇ノ浦さんのコインだよ。なるほどな。譲ろう。譲ろう。ここは譲ろう。ここだな。もう、ゲンガーと、ゲンガーだけで大丈夫です。ゲンガーだけで、はい。回収ゲンガーだけで大丈夫です。で、カットお願いしますと。はい、じゃあ、ベンチのコースとゲンガーに進化させますね。はい。そう乗せて、プラットマンかな。はい。これ7枚引きますと。よいしょ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 。あーと、おっと、エネルギーが。あれ、さっき戻してたじゃないですか、山上が。ちょっと待ってよ。レスキューなんかから。はい。ベンチの。ゴースを手札に、はい、トラッシュのゴースを手札に回収して、はい、出しますね、はい、出します。で、ここで一旦トレーナーズコストから、はい、引きにかかってる、引きにかかってる。4、ないです。ないです。
あー結構つらみだなこれ。ギリギリのバトル結構つらみだね。バトルサーチャー回収しておきますね。はい、で、カップお願いします。はい、回収して。待って待って待って、エネルギーを引けないだと。お、止まったか。エネルギー引けないだと。軽いシャーレンで逃げますね。はい、軽いシャーレンで逃げて、こっちのラティオスを出しますと。はい、オラ殴ってこいや、終了。非常にめんどくさい。どうぞ。後ろに弦が立ってんだもんね。立ちます。いやでもエネがないから一枚いきます。はい、どうぞ。こっちも一旦考える、ちょっと待って。はい、いいよ。ハイパーボールで。はい、大丈夫です。ここ2枚取らし。はい、ガウアンジです。はい、まだ立つのか。お、こちらに加えますと。はい、で、まだ勝ってお願いします。はい、で、不思議な目で、はい、このニャビシンを刺しての、はい、サーチャー。はい、対象は、対象はプラターヌ、N、どっち。またこれだもんな。まあ、プラターヌですとちょっと危ういか。4枚だから、じゃあ、N で。はい、刺さります。はい、刺さります。はい、刺さります。やったね。ちょっと、はい、はい、はい、あ、もうカードそうだな、N 引く戦いなんで。2枚いってます。はい、10枚引きます。強っ。おい、強っ。ぶっ刺さらないゲームか。口にお茶入ってたら吹いてたわ。よかった、入ってなくて。5、6、7、8。はい、だから20じゃやっぱり落ちないのか。はい、なるほどね、この手割りどっちにするか重要やね。まあでも、殴りにいかんと。あ、暗記もするし。前のレシラム手張りします。あー、はい、わざと打てるのか。そう、どうぞ。こっちで、灼熱電気で、はい、130ダメージで次の番にこのポケモンは技が使えない。はい、灼熱バルーンの方が発動します。はい、このカードをつけているポケモンがバトル場で技のダメージを受けたとき、技を使ったポケモンにナメカンを6個乗せる。ほら、一気に浮遊症圏内じゃ合計。ラティオスからですね。はい、どうぞ。こっちに行きますと、はい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 、だってデッキ枚数確認しますね。あ、まだあるね。大丈夫大丈夫大丈夫、いける。じゃあプラターンだ。はい、しょうがない、サーチャー捨てるな。エネを引きに引きます。次元弾に引きに行きますので。なるほどね。はい、よいしょよいしょ。エネはまあ引くでしょうか。はいはいはい、次元弾引くかどうか。完璧だぞ。不思議な飴使いますよ。ゲンガーに進化しますよ。おら、次元の何じゃもげー。技1に打てるね。じゃあミスリエネルギー次元で逃げますと。はい、さあ、もう一回戦おうぜ。いやだな。もう一回戦おうぜ。超エネルギーつけますと、はい、クリプションで気絶させます。はい、ダメカン3個持ってるんで、サイドって読むね。サイドは、何個落としたさっき。ラチオス落としたんで1枚 取ってるね、多分。うん、今これでいいんじゃないですよ。はい、失礼しました。で、クリプションで気絶させますと、はい、1枚、ラスト1枚70ぐらい自分で殴れって。固くなり殴ろうとしないゲンガーさんなんで。はい、ラン、行きましょうか。ガバンジです。で、1枚引きます。はい、よいしょ。事故るもクソもなさそうな感じなんで、うん、もうこれは純粋に行きましょうかね。バトルスターチャー。はい、対象は。ここでこう。カジアで。はい、カジアオッケーです。結局カジアっていうのはこれね。このネネゲンをつけます。はい、どうぞ。よいしょ。で、手張りをしたいけれども、手張りするもなしで、山越えか。あとドールコンプレッサー、はい、見るだけ見る。はい、エレはまだあるの。ここいらん。おお、なるほど、捨てにかかる。はい、ストボールとシーナメント。はい、2枚トラッシュします。はい、どうぞ。よいしょ。で、でまあ毒だけ打っとくか。はい、出してもあと1枚だね。ヤビーベンチに出して、はい、ハッスルブローで、いくつ出るんだ。ベンチの種ポ、炎ポケモンの数かける20なので、はい、2460追加で70ダメージ。70ダメージ。これでコイン関係なくタイガースイング倒せる。以上引きますよ。はい、ドロー。こちらか。はい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 。なるほどな。ちょっと面白いな、これ。面白い倒され方をする。面白い倒され方をしますね。バトルサーチャー使います。はい、一応は。グズマで。はい。どこ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 。グズマ使います。はい。ビクティニを。ビクティニさんを。はい。君はビクティニを選ぶね。ラティオスには隠されたもう一つの技もあるんだ。ブレイクするだけじゃないんすか。ミステリーエネルギーもう一枚手張りしますね。はい、次元弾にあるんで 2N で技を打てます。はい、ラグーンライト70ダメージで気絶させますと。すね、はい、最後1枚取りますと。おっしゃ、決まった。綺麗。ありがとうございました。ありがとうございました。一旦切りますか。はい。